皆さんハモか、夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は3月31日、誕生花はニゲラです。ニゲラには遠枠、密かな喜びといった花言葉があります。春から夏、5月頃に白色や青色、黄色、ピンク、紫色などの花を咲かせます。お花の名前は種が黒いことから、ラテン語で黒いといった意味のナイジャーが由来だと言われています。そのため和名でも黒種草と呼ばれます。英語だとラブインヤミスト、霧の中の恋と呼ばれるため、花言葉はこれに由来します。ニゲラの種には香りがあり、インド料理などでは香辛料として親しまれているそうです。消化を助け、胃壁の炎症や荒れを和らげると言われており、ナンやパンを焼く前に振りかけたり、魚や野菜、豆料理の風味付けにも使われたりします。味が気になりますね。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。いってらっしゃい。